Ah non パラプンンテ、J、リーーグサッカーチャンネルのんですということで、今回はドラマは起きるかラスト3試合、J1 プレビューということでございまして、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございまして、まあ、今回は仙台大昇南、ここが一番の注目ポイントになっていくんじゃないかと思いますけれども、さあ、J1 ラスト3試合、もう本当シーズン終盤に入ってきましたが、最後どういうドラマが起きるか非常に注目でございますけれどもね。はいということで、このチャンネルは J リーグは九州勢、そしてウラ列を中心にやってるチャンネルでございますが、ご覧の の通り、えー、J1 全般、まあ、J1 だけじゃないですけど J リーグのに全般に話をしていくので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでございまして、まずこちらからやっていきましょうかね。まず残留争いの順位表から見ていきましょう。もちろん ACL 争いもあるんですけど、やっぱりこの残り3試合となってきた、今、えー、再注目はこの残留争いのとこになってくるわけでございますので、これ見ていくと、まあ、15位に湘南、勝ち点33、このカッコが得失点差でございます。そして、16位清水、勝ち点33でマイナス2 こここままででが残留ラインとといいうことになっててくるわけでございますそして17位の徳島が勝ち点31マイナス22そして18位大分が勝ち点28のマイナス27そして19位仙台27の28そして横浜 FC が27でマイナス40ということで、まあ、17位以下のチームですね徳島から横浜 FC のこれ4チームからすると、まあ、16位は湘南よりも清水さんの方が得失点差でなんとかなる可能性があるから、まあ、まあまあこの16位清水 でっっててほしいっいののが多分、ね、あるのかなって思いますそういう意味ではまあまあまあまだわからんちゅうのが僕の中でありますがまあ、うん、今節の結果次第では、えー、大分が大分仙台横浜 FC は降格の可能性があるそれが今節でございますまあ ここに来て一気に、ね、残り1枠になる可能性がある。今節の結果次第では17位、徳島以外ですね、大分、仙台、横浜 FC は降格の可能性がある、まあ、決まってしまうという話でございましてさ、この辺のチームですね、まあ、本当に、ね、必勝で来ると思いますので、対戦相手からしても嫌なんじゃないかと感じておりますけれどもね、まあ、今回のこの動画では、まあ、九州勢いつも通りですけれどもね、浦和レッズプラス九州勢以外をやっていくので、まあ、大分のプレビューの方は、ええベッド上げてますのでよ,よろしくお願いしますということでございまして、まずこちらから。 やっていきましょうかね FC 東京対徳島ということでまあ、徳島は、ね、こちらも残留がかかる徳島でございますけど現在勝ち点49で9位が FC 東京直近5試合が1勝0分け4敗そして前回対戦はマリノスに0対8、ね、これはちょっとなかなか厳しい敗戦になった FC 東京でございますねそして対数徳島勝ち点30で17位でございます直近5試合が1勝1分け3敗そして、えー、前回対戦は神戸に0対1で敗れております大迫選手をゴール決めたゲームでございましたそして、えー、前回大敗 前回大敗の前の戦ということでまあ,あのゲームはちょっと僕はあんまりこう選手を悪く言うことは普段は普段はしないんですけどちょっと選手のうんあまりにもちょっとお粗末なミスがミスこうね続いた気がするのでねそこはちょっと選手も気持ち入れ替えてこの試合臨んでほしいなというのはありますそしてあと徳島徳島からするともちろん残留のかかるゲームとなってきますのでまあそういう意味ではまあこの残留も昇格もないそしてまあ監督も変わった SC 東京でございます。まあそういう そういうことを考えるとメンタル的には徳島の方が、ね、この試合に臨む意味というのが強いものがあると思うので、まあ、徳島そこは上回ってくるんじゃないかそして FC 東京からしたらそこしっかり飲み込まれないように戦うことができるかそこはまあ前回のマリノス戦の反省を生かして戦ってしいと思いますけどもねそして次こちら仙台対湘南ということでやっぱここですよね最注目カード今節の最注目カードはこの2チームの対戦となるんじゃないかと思いますそして現在ベガルタ戦で勝ち点29で19位でございます直近5試合が1勝2分けの 2そして前回は名古屋にまあ追いついてです、ね、結果、追いついての、えー、ドローとなっている仙台でございますそして、えー、湘南ベルマーレの方は勝ち点33で15位でございます直近5試合が1勝3分け1敗で、まあ、前回、広島にはドローでございました、まあ、ちょっと一人少ない広島をし、ね、とめることができなかった残念なゲームではあったんですけれども、まあ、しぶとく勝ち点1をしっかりゲットしている、まあ、この直近5試合で1回しか負けていない、まあ、5試合のうち4試合でしっかり勝ち点が拾えているというのは、まあえー、この時期非常に重要な なことと思うのでそこはやっぱりまさすが湘南、もうこの若さあふれるチームでございますので、えー、本当そこはさすがだなっていう感じが、うん、します。そして、まあ、今節、当最注目試合であります。まあ、湘南が蹴落とすか、それとも仙台が踏みとどまるかちゅうゲームにはなっていくると思います。本当、まあ、湘南ベルマーレからしたら、まあ、残留を争うベガルタ仙台は自分の手でこうねも降格、えー、を決定づけて、そうさせてやろうというのが多分湘南ベルマーレあると思います。逆にベガルタ仙台からしたら、まあえー、ここベガルタ仙台が勝つと勝ち点 1> センが1になるわけでございますねだからまぁ、あえー、仙台からしたら湘南に近づきたいそして湘南からしたらもう離れてくれ俺の俺から離れてくれよっていうのが、えー、湘南ベルマーレと思います。まあ、気持ち的にはやっぱりドラゴンボール的に言うと湘南ベルマーレの方が、えー、完全体のセルでそして、えー、ベガルタ仙台の方が人造人間16号ですかねまぁ、あえー、この湘南からしたらですね離れてくれあのままあ,あのあの,あのシーンですねあのシーンあのセルゲームの、えー、人造人間16号がセルにくっついて自爆をしようとするシーンで それで言やったら湘南が離れてくれという感じかもしれませんけどもさ仙台からしたら、まあ、自爆といったらこうなんかややこしい話になってきますけども、まあ、そういうことでございまして、まあ、仙台がしっかり湘南についていけるかそういうゲームになってくるんじゃないかと、えー、思っておりますけどもねはい、えー、そして次こちらでございますねガンバ対名古屋ということで現在ガンバ大阪勝ち四で43で13位でございますね直近5試合が3勝1分1敗,1敗前回大糸で3対まあ逆転勝ちでしたねパトリックのハットトリックでガンバ大阪前回逆転勝ちをしております まあガンバもここに来てシーズン終盤調子を上げているので、ねまあ、来季の監督人事とか、ね、どうなるか分かりませんけども、まあ、シーズンをこう明るく終えることができるんじゃないかそんな雰囲気になってきているからと思いますそして、対する名古屋名古屋グランパスは勝ち点62で5位でございます直近5試合2勝2分けの1敗前回ベガータ仙台にドローというふうに終わっておりますねそしてまあ本当ここにきて3連勝なんですねしかもまあ前回さっきも言ったんですけども対大分相手には逆転勝ちということで、まあ、非常にね雰囲気はいいんじゃないか 津波がんばまあ、うん、本当ね、来季の監督が変わることは規定路線と言われていますけども、まあ、それでもやっぱり明るくね、シーズン終えるかどうか、まあ、順位ももちろん大事です、まあ、一桁順位で終わることができれば一番いいんでしょうけども、やっぱり、それでも順位がないんであろうとシーズン終了はやっぱり気持ちよく終わりたい、まあ、ね、5連敗で終わるか、5連勝で終わるか、ね、それはやっぱり違うわけでございますので、そこはやっぱりね、ガンバ大阪最後、どういう雰囲気で終わるか、それがやっぱ来季に繋がったりするのでね、そこは注目でございますね。そして、名古屋からしたら、まあ、うん、ACL へ希望をつなげるか、まあ、 鹿島浦和がちょっと今回、まあ、マイノス戦ということでなかなか厳しい戦いが予想される中で名古屋がガンバ大阪とのゲームということで、まあ、本当に名古屋グランパスからしたら来季アジアの舞台これもう、えー、浦和は天皇杯があるんですけれども名古屋グランパスはもうリーグ戦で、ね、これ入るしかないということでここはやっぱ希望をつなげるかどうかということでございますねそして、まあ、両チームの対戦成績通算の対戦成績を見てみるとなかなかに面白かったということで、まあ、紹介すると29勝9分け28敗という ということでこれはさすが、両チーム歴史のあるチームでございます。本当、J リーグの歴史名を残しているまあ2クラブ、2クラブでございますので、やっぱりこれ、試合数は多いんですけども、それがしかもほぼ5分の成績というのが、なかなかにこええ、面白いなという感じがしておりますけども、さあ、ガンバが通算30勝目乗るか、それと名古屋グランパスが29勝目上げるか、これは非常に注目でございますね。はい、そして次、セレッソ川崎ということで、現在、セレッソさ勝ち点45で11位でございますね。直近後試合が2勝3敗 そして前回対戦、柏レイソルに0対1で敗れておりますね。そして対する王者、川崎、勝ち年85で1位でございます。1位とかれ優勝で書くべきでした、優勝でございます。そして直近5試合3勝1分け1敗、そして前回対戦、突然1対3で敗れておりますね。まあこれ セレッス大阪からしたらやっぱり安定した試合ができるかどうかやっぱりこうなかなかこう攻守の組み合わせが非常に抜群にいいちょっと特に攻めのところ、ね、攻撃の形がなんかはまんないなちいうゲームがちょっと差がある波があるようなイメージが僕の中であるので、ねまあ、守備は結構安定してきてい,いるんじゃないかと個人的にはねそこは、ね、修正できていると思うのでそこはね別にこう不安視はしてはいないんですけれどもやっぱり攻めのところ最後仕留めきることができなかったりとか特に前回の柏 ソルセの前半はねほぼ決定機なしで確か終わったと思うんでねそういう意味ではね意外と僕もねこれ記憶残ってるので今ふと今ふと自分で話していて意外と記憶って残ってるんだと思ったんですけどもまあそれはいいんですけどもえ本、ー、当前半がなかなかセレストセレスを多分、ね、あんまり攻めきれていなかったのでまあこの川崎が相手にどれだけやるかまあ本当失うものはないセレストとかも失うものはないのでねそこは、ね、大胆にも積極的にいってほしいと思いますねそして、えー、前説今季2敗目の川崎ねここをどうするかまあジェジエウ選手がねちょっと怪我が発表されて昨日 もうちょっとブラジルにに帰るととということになりまました、まあ、ちょっと本当、全治不明って書いてあったんですけども、多分ちょっと怪我の内容的には、来年キャンプどうなるか、ねキャンプもちょっと合流しても、ね、こう別メニュー挑戦みたいな感じになる可能性のある怪我ですからね、まあ、なんかこう、怪我の内容的にも、ちょっと冬というか、この時期はよくあるよねっちゅうね、うん、この寒暖差がある時期でございますね。本当、来季の開幕に間に合うか間に合わないとか、キャンプに合流できるかできないかみたいな、えー、そこに関わってくる時期でございます のでねそこおけが、本当、えー、気をつけてほしいというか、本当ねもうそこは万全の状態で全選手に来季の指導ができればいいなと僕は思ってるんですけどもね。はい、それろん川崎そう,そういう意味ではどういうメンバーを、まあ、選択するか、山根選手が代表に呼ばれてとか、谷口選手も、ね、呼ばれてとか、代表選手たちと JJ、まあ、が、ね、どうなるか、JJ、まあ、はまさっきも言ったようにけど怪我なんですけど、代表選手がね出れるコンディションにあるのかとか、まあ、いろいろ考えたりはうんするんですけど、ね、今回全部アウェーだったんでね、相当移動して、ね、きついというか、 体力的にも、ね、しんどいと思うので、ね、そこをこの試合、まあ、無理して使うのか使わないのかそこは非常に注目でございますけれどもね。はい、そして次こちらでございますね。横浜よしヴィッセル神戸ということでございまして横浜よし勝ち点27で20位でございます。直近5試合2勝2のけの一っそして前回対して福岡にドロー。まあ、これ追いつかれてしまっているアディショナルタイムですね。後半ね、本当アディショナルタイム追いつかれてしまった横浜よしでございます。そして対するヴィッセル神戸勝ち点67で3位でございます。直近5試合が負けなし4勝1。 位置分けそして前回徳島に1対0で勝利しておりますねだからビッセル神戸はずっとこれ残留をこれは争ってるチームとのゲームが いいてるわけでございます、まあ、その前がベガルタ仙台とやって前回徳島今回横浜 FC ということでビッセル神戸からしたそれはそれでやりづらいと思いますもちろんこれ順位差はあります、まあ、残留争うチームということでまあ順位差はあるチームとの対決になってくるんですけれどもやっぱり残留争いをしているチームはどこも嫌だよねっていう感じであると思うんですけどもそれでもしっかり勝ってきているビッセル神戸は本当そういう意味では本当勝負強さっちいうのを身につけてきているのかなって感じがしておりますけどもねそしてうんこの横浜市の結果次第 では降格が決まってしまうのでねこの試合も本当なりふり構わず来ると思いますまあ本当試合終盤最後の1分この本当、えー、笛が鳴るまでどういうことを起きるかわかりません横浜市当最後にひっくり返す可能性もあるのでそこはやっぱりメンタルとの勝負精神力との勝負になってきままあこういう時はやっぱりベテランと若手がどちらがね力出せるかって言うと意外とベテランがねこの試合本当もう本当水も甘いもん経験しているベテラン選手は横浜市はいますのでそういう選手がどういう風にこれチームを引っ張ることができるかこれはまあ準備期間も そうですこの中短期間、どういうふうにベテランがこの若手をいつも以上に引っ張ることができたか、そこは非常にこの試合にかかってくるんじゃないかといえ思いますけれどもね、そして逆に神戸、神戸から言うと ACL に向けてモチベマックスでございます、まあまあ、この試合は横浜市はま残留するか、まあ、この降格するか、瀬戸際ということで、そしてヴィッセル神戸は ACL、アジア行くかどうかのこの何かかかったもの同士のゲームは非常に面白いものがあると思うので、そこは本当ね、ねさっきも言ったんですけど、試合終盤、本当最後、笛が鳴るまで分かりません、まあ本う、そこはねそういう意味では見どころはあるゲームかと思いますね。はい、えーそして 次最後でございますね清水、広島ということで、清水、現在勝ち点33で16位でございます、直近5試合が1勝1分け3敗、そしてね前回札幌にいたり、滝選手のゴールで追いついたゲームでございました、そして広島、広島勝ち点46で10位でございます、直近5試合が2勝1分け2敗、そして前回湘南に0対0でまあドローと終わっておりますね、そしてまあこれでいうと、やっぱ残留権ギリギリの清水、まあここまでがん来季残留ということになります、まあ平岡新監督のもとですけども、ねどういうふうにこの2週間、準備して してきたかということになってきます。まあ本当この間ね本当ねこのずっと清水のユニフォームを、えー、着て座ってきた滝選手ですね。滝選手のゴールで勝ち点1をもぎ取った清水でございますがさあこの試合どういう風うにまあ、えー、90分間ゲームプラン練ってくるか本当スーパーサブにも本当ねいい選手いっぱいいるのでねそこはやっぱ総力戦で来ると思うのでさあ清水もどういう風うにこの試合広島にのぞんでくるかという話でございます。でそしてまあ前節始頭の湘南戦を乗り越えた広島まあ本当ねまさか前半のあんな早い段階で一人体重なるとはう感じだったんですけど。 そっからよく耐えた、まあ、28本多分湘南が28本シュートを打ったと、えー、記憶しているんですけれども28本打たれたんですけども本当荒木選手を中心によく、えー、守って勝ち点1を目標とた広島でございますそして、まあ、広島もねこれ、まあ、シーズン終盤まで分かりませんけど1桁順位が見えている状態でございます1、まあ、桁順位そこを目指して広島を勝ってくると思うので、まあ、それは面白い戦いになるんじゃないかと思いますそして、まあ、本当清水は今度こそホームで勝利をということで本当は、ね、前回勝つことができなかったのでね、まあ、シーズン終盤 ここホームでの勝利というのが残りほんと残留争い、これ非常に大きなものになると思います。本当、このホームでの勝利がどん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 えこのサポーターの背中を押すじゃないですけどもね、残り3試合、この試合終わると残り2試合になるわけでございますけど、残りゲームを戦う上でこの清水ホームで勝つことが非常に大きくなるんじゃないかと思っておりますけどもね、はい。ということで今回以上になりますね、本当シーズン、本当終盤,に終盤に差し掛かってきましたさ、どういうふうに各チーム、シーズン終わるか、そしてほんと残留が勝っているチームはこの試合、さあどういうふうに戦ってくるか非常に注目でございますけどもね、はい。 ということで以上です。以上パロプンでジェルサッカーチャンネルを通じ良かったらチャンネル登録します。